こんにちは。こんにちは。マスターグリルトークです。はい。今日はですね、ちょっとお知らせと、はい、あとはトレーニングと食事についての話がメインになると思うんですけど、はい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 。まずお知らせから言うとですね、8月29日の、ボディービルディングコンテスト、フィジーク部門、にエントリーしました。おお、はい。ということでこれからまあ調整に入っていくわけなんですけど、ちょっと前からね減量には和美さんは入っていた。そうですね、うん、で以前5月の、22か24かなプロクオリファイヤーというねプロクオリファイヤーというエドワード加藤さんがプロになった日に自分も出てたんですよ、はい、で今日が、そっから1ヶ月2ヶ月だとですね2ヶ月、うん、そんな経ってる7月20日です今日あれ5月の20、あ、そうなんだ。はい。なるほどね。いやいや、そうじゃないんだよ。いや、そっから自分実はもう、はい、もうこのコンテスト出たいと思ってたんですよ。もう終わった瞬間から。言ってましたよね。はい、もう一応今年のね、目標としては、8月もう一回また出ますんで。そう。おっしゃってましたね。だからそもそも目標が、はい、自分の中では、どんどんこう体の筋肉を濃く、密度を高めていくっていう目標に対して、コンテストが、あるっていう感じなんですよ、はい、で今年はもうその8月と11月のプロクオリファイヤーこれに出るわけなんですけど秀山岸さん風に言うと風に言うとね、はいはい、だからそれで、はい、何が一番それに対して効率がいいかってことなんですよね。そうなってくると何ていうのかな、まあ分かりやすく言うとそんなに脂肪を乗せない方がいいんですよ、うんうん、なのでこの前のコンテストから自分は 1.5 キロぐらいしか増えてないですよ。体重すごいですね。でもこれすごいって思うじゃん。まあ思いますよ、うん、一般的にね、一般的にはね、オフという時に入って、うん、何キロ変わったの、うん、10キロぐらい15キロぐらいっていう人いますからね。いるんだけど、うん、まあ、俺の場合は体重を増やすんじゃなくて摂取カロリーを増やすっていう選択肢を取ったわけなんですよ、はい、でこれ矛盾してるかと思われるかもしれないですけど、まあ、一般的にそうなってくると体重も増えるっていうふうに思いますからね、うん、でもその常識を覆していかないと実は仕上がりっていうのは上がってこないんですよ、はい、自分がそのコンテスト終わってこれからのコンテストに向けてまず体を作っていかなきゃいけないってなった時に普通の人だったらね増やせる時に体重ガンって増やすんですけど、まあ、自分もそれ何回も繰り返して良くないことに気づいたんですよね自分の中では、はい、っていうのも別に増やしたからといってじゃあ次コンテスト出る時とかって 500g ぐらいしか変わんないわけじゃないですか。それに対して10キロとか7キロとか増やしても結局 500g しか変わらないんだったら最初から 500g 増やすつもりでいった方が効率よくないっていう、何が効率がいいって言ったら別に減量する必要がなくなってくるからなんですよね。まあそれも分かってたし、なんか自分の今のトレーニングとかも体重増やしてもそんなに強度変わらないやり方なんでっていうことで、ここ1ヶ月2ヶ月かコンテスト入ってから、はいはい、っていうのはそのなるべく、トレーニングの強度を自分なりに上げようっていうことで、今の自分の信じてるやり方の強度っていうのが上がってきてるんですよ。でそれによってエネルギーを足していくっていう風になってくると、それ簡単に言うと足りない分のエネルギーを補充していこうっていう感じになるんですよね。筋トレで削った分を食べる、そうすると、まあ、体重は増えずに摂取カロリーを上げるっていう感じになってくるんですけど、コンテストの時の摂取カロリーが、まあ、だんだん上げていって2800だったんですよ直前。そう、最初2000で一気にこうガッと絞ったんですけど、なんとなく外観が完成したなっていうところからは2200にして2400にして2800にしてコンテスト出たわけなんですね、うん、でそこからじゃあ減量、そこからじゃあオフに入ってまず何をしたかっていうと、もうやりたかった自分の考えを全部トレーニングにつぎ込んだんですよ、うんうん、でそれが自分の中ではもっとエネルギーを使うようなトレーニングっていうのが分かったんで、それをどんどん取り入れていったんですよね。そしたら今度2800だと体重落ちてるようになったんですよ、また。だから今度3000にしました、はい、で3000にして1週間ぐらい経ったらまた減ってきたんですよね、はい、だから3200にしました、うんうん、でそしたら維持するようになったんですよね、やっと、うんうん、でまたさらにそこの回数とか強度っていうのを、まあ、回数とか重さっていうのを自分の思うトレーニング強度の中にこう足していったら結構増えてきたんですよ、重量と回数が、はい、だから足りなくなるんじゃないかと思って3400にしたんですよね、うん、そしたらちょっとずつ体重増えてきちゃったんですよ、うんうんうん、で増えてくるとともにどんどんトレーニング強度が上がってきたんで、
まあ 1.5 キロぐらいまで増やそうと思ってそのまま3400でつい1週間ぐらい前まで過ごしてたんですけど、まあ減量に入って今3200にしてる状態です。そうですか、うん、それで減量なんですね。そうだって今まで維持のわけじゃん。しかも、うん、あのいや自分もね、まあざみさんはあのいやいやっていうふうに言うかもしれないけど、やっぱ自分とかが見て、まあ、自分はねあのボディービューとかフィジークのコンテスト撮影の人間じゃないけど、それでもすごいなと思うのがやっぱり終わってからもその調整飯、はい、まあ、いわゆるその沼系のものであったりとか、うん、まあ、出汁の効いたね鶏の胸肉と米を中心とした、うん、食事を変えていないっていうのが、まあ、本当すごいなと思います。でそこでそこの量で調整してるわけですもんね。まあ、それはなんでそうなってるかっていうと、別に我慢してるわけじゃなくて、うんうん、自分の目標を解放してやろうと思ったんですよ。そうそうそう、もう本気でやってみよう。それがすごいなと思うんですよ、うん、まあ、それで例えば、はい、今のやり方が効率よくないなら他のことやってるんだけど、うん、今のところまあ体重とかトレーニング強度とか体調とか見た時に結構いいんですよ、はい、で今のコンテスト終わってから6食ぐらいうなぎ食べたりとか、まあ、ちょっとずつですよ、うん、でその例えば4週間後にケーキ食べてみるとか、はい、で6回ぐらいねちょっとやってみたんですよ。したらね、あのやっぱ代謝するの時間かかるんですよね、そういうのを食べると、うん、慣れてないっていうのもあるかもしれないですけど、だからまあしょうがないなってこの量こ今のじゃあその減量中食べてたものを増やしていくしかないって思ったんですよね、うん、もっといいものがあるのかなと思うんですけど、ちょっとまあ次の調整でそれはやろうかなと思うんですけど、今のところにこのやり方が自分の中ではまあ信じられるっていうか、うん、で思いっきりできるんですけど、そので今その3200にしていて、はい、であと 1.5 キロ落とすんですけど、うん、もう来週からというかもう明後日からか、はい、明日明後日からこれ3000にします、はい、でそれはどういうことかっていうと、まあ、今まで2800で減量してたわけじゃないですか、うん、でメンテナンスカロリーを一応3200まで上げたんで、はいはいはい、それを3000の状態にすると、まあ、落ちるわけなんですよ、うん、でこれでおそらく8割完成します、うん、で残りの700g を2800にします。 700g ってなんですか。あ、体重 700g 落とすのに1回 2800g まで落とそうと思ってます、はい、80% 完成するっていうのは 800g 落とすと。あ、うん、まあそうですね、まあ、例えば 1.5 キロ落とすにしても、はい、ただ 1.5 キロ落とせば完成するわけじゃなくて、はい、1.5 キロで75キロまたなるんだけど、はい、そっからまたあざみさんの中で 1.5 キロ落とすのが確定してることなんですか。確定します。あ、それを3000キロカロリーにして、うん、で途中までやってること2800にする。途中でその後2300に切り替えそうで最後ぴったり 1.5キロ、うん、はい、ぐらい落とした時の仕上がりを見るんだよね、まず、はい、でその前に仕上がっちゃうかもしれないんだけど、はい、現実的にこんな短い間に仕上がり体重変えられないと思うんで、うん、まあ75キロになっている。でも本当は 75.3 とかで仕上がったらもっといいところですね、うん、最高だけどね。 1.5 キロじゃなくて 1.2キロで済んだ、うん、で残りじゃ300グラム分、まあ、簡単に言うと筋肉なんかが増えてるけど、うん、まあ、それは無理だと思うんだよ、はい、でなんなら体重軽くなっても仕上がり良くなる場合もあるから、はい、まあ、仕上がりを見てなんだけど、おそらく75キロぐらいなんだよ、うん、で その75っていうのは以前のコンテストよりもトレーニング強度上がってるわけなんですよ、はい、だからその後メンテナンスカロリーをまた上げていって75キロキープして半月ぐらいがベストなんですよね、うん、だから、結構自分の今のこのやり方っていうのは初めての試みなんですけど、はい、結構選手でも最近ポンってコンテスト出たら2ヶ月後にまたポンと出なきゃいけない選手多いんですよ。どうですか。まあチャンスがあれば出るっていうタイプのコンテストを出る人間っているんだけど、はい、うん、そういう人が簡単に調整できるやり方を今模索してるってことなんですよ、これって。その代わり我慢しなきゃいけないかもしれない、人によっては解放がね、うん、なかなかね。でも目標を解放するっていう意味で言うと、もう全力でできるわけよ、はい、うんうん、まあ、その食欲とかはまあ一旦なしにして単純にいい体を作りたい選手だからね、はい、そういう場合はじゃあこれがいいんじゃねえのっていうやり方を模索してるんだけど、おそらく自分の場合だとその1ヶ月の奥ではメンテナンスカロリーを上げていって、じゃあまた1ヶ月後の大会に向けてちょっとずつカロリーを下げていって、でそこからまた上げていって出るっていうのがいいのかな、はい、でその体重の差が大体2キロから 1.5 キロぐらいがいいと思うんですよね。 1.5 キロ増えるってちょっとと思うじゃん、コンディション全然違うから、これって不思議なことに、はい、ってことは10キロ増やしたらもう可能性ないんだよね、ほぼ半年先以上になっちゃうわけよ、うん、もう一回いいコンディションを作るのに、はい、それを1ヶ月とかで10キロ増やす人とかってちょっと俺信じられないっていうか、うん、もう諦めちゃったのかなって思っちゃう、うんうん、でそういうふうにやってる間にコツ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 やってる人間にはもうどん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 差がついちゃうから、まあまあまあ、あざみさんの考えではありますけどね、うんうん、まあ俺がそうだったからね、
はい、あざみさんは自分の経験上そっちじゃない方が今のやり方の方がもう全然良かったってことです、うん、まあでも半年後に出るんだったら10キロ増やしてもいいと思うんだけど、はい、まあ苦労する量は増えちゃうかなっていうところで、うん、まあ自分は今のやり方が結構おすすめ、うん、まあこれやってみて結果で分かんないけどね、はい、うん、だけど、まあ、10キロ落とすよりは 1.5 キロの方がまだ仕上がりの射程圏内には入れやすいというか、まあ、確かにその本当さっきの話で出るスパンはすごく関係性があると思ってて、うん、5月に出て、うん、で8月ですもんね。その時 3ヶ月とかの間の中で、うん、もうこうなってたら忙しいから、そうそうそう、なるべくね、なるべくこういう風な感じ、うん、もうこうなったらねメンタル的にも良くないですからね。そう、うん、まあ、要はエネルギーの収支は結構大事なんだよね。はい、あのオフで体重増やすのはいいけど、その体重増えてるっていうのはそれエネルギーを使い切れてない分なのよ、ほとんどが、うん、それってことはもう運動不足じゃん、はっきり言って、はい、だそういう状況だと無駄だよっていうことなんで、うん、運動にこう食べる量を釣り合わせるような形で取っていくのが本当は一番効率よくて、でその中で食べる量が上がってるってことはそれ運動強度が上がってるっていうことになってるんだけど、それはだから重量とか回数だけじゃないんだよね、うんうん、まあ、そこに今自分は全力を注いでやってるわけなんですけど、はい、まあ、それもね測りやすいですもんね。あの結局、まあ、運動不足って、うん、栄養は勝ったというかその運動不足が、まあ、引き起こしてしまっている状態、うん、そう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 、で、あざみさんの場合はあのトレーニングその一貫性を持って、うん、あのテーマを持ってやってるわけだから、うん、まあ、そこで食事の量が結構ブレちゃうと、うん、そのトレーニングが私良かったものかどうかも分からなくなってきちゃう、うん、であと2年ぐらいで落ち着くと思うんだよ、この発作が。何がですか？あのすごい調子悪かった時期がなかったじゃん、2年ぐらい、はいはい、その発作が今まだ続いてる、怖いのよ要は。わかりますわかります、うん、はい、だからその今もうこのなんていうのかな、発作を抑えるためには、うん、あと5キロぐらい筋肉つけないと収まらないと思うから、まあ、そこまでやとちょっとやりたいようにやろうかなと思ってるんだけど、うん、あの それで結構、ね、やっぱテーマが大事だと思う俺は、はい、俺は今このコンテストに向けて仕上がりっていうのをテーマにしてるわけよ、うん、大きさっていうテーマにしなきゃいけない人も結構いる、まあ、まだそこまでいけてない人だったりとかね、うん、あともう一つは絞り、うん、絞りと大きさと仕上がりっていうのがあったとしたら、もう俺って実はもう15年ぐらいコンテスト出てるんですよ、合計で、はい、でそうなってくるともう大きさと絞りに関してはもう限界値来ちゃってるんだよね。であとは仕上がりなんだよ、あと求められるところとしては、はい、だからもう仕上がりに全力で投球した場合っていうのは今みたいな生活が一番いい、うん、で大きさを例えば求めてたくさん食べたり重量をあの扱ったとしても、それ俺何十回もやってるから、うん、でな別にこの大きさじゃんってことは、そこに振るべきじゃないのかなっていうエネルギーをね。だからもう今俺仕上がりの方に 100% かけてるんだけど、はい、そういう意味で言うとそこに全力なんですよね俺は、はい、だからそれだとバルクつかないじゃんとか、それじゃ絞れないじゃんっていうレベルでは今ない、うんうん、だからその75の中の仕上がりを上げていくっていうやり方が俺の中では今全力なんですよ。でそのそれ用のトレーニングだし、それ用の食事だし、それ用の生活習慣になってるから、まあ、これを間違いっていう人に関しては多分バルクが必要な人、絞りが必要な人でまた別の人種なんですよね、はい、だからまあその目的っていうのが大事、うんうん、だからバルクつけたいのに俺みたいなやり方してる人ってちょっと違うと思うし、ああまあそうですね、うん、まだ例えばコンテスト出て絞りが甘いですよって言われてる人も多分俺より摂取カロリーぐんと落とさないとまずいけないと思うし、俺のやり方っていうのは単純にもう仕上がりだけの全振りなんで、はい、でもコンテストでまあファーストコールとか呼ばれるレベルの人っていうのは多分もう仕上がりに全振りしちゃった方がコンテストで勝つだけを求めてるなら効率いいのよ。そっか、まあ、まず今ね競技レベルも上がってきて、うん、同じステージバーン並んだ時にファーストコール呼ばれるぐらいのレベルの人ってことはある程度も絞れてもいるし、うん、大きさ体も大きさもあると、うん、そっか、でそこでさらにその絞りを求めたり大きさを求めるとどんどん表彰台から遠ざかっちゃうんだよ、逆に言うと、うん、そっかそっか、そこに個性を持っていこうとしたりするとね、そうそうそう、うん、あじゃあそのやっぱ勝つための完成度に持っていくっていうところに、うん、まあ、目を向けたらまた変わってくるかもしれない、変わってくると、うん、でまあそういうことで、まあ、いろんな人に対して俺アドバイスしなきゃいけないことがあって、はい、そこで迷う時があるんだよ。だ大きさを求めてる人には俺が大きさを求めていた時期のアドバイスしか多分できないと思うんです、うんうん、あの実際にやってきたことしかアドバイスできないじゃん、だからそういうアドバイスになるけど、絞りに関しては俺もめちゃめちゃカロリーカットしてベースを作ってきたんで、うん、そのベースがあるから今の自分があると思ってるから、はい、あのカロリーはカットしなきゃいけないって言っちゃうかもしれないし、うんうん、まあ、言わなきゃいけない人もいるし、だけどある程度完成してる選手で仕上がりを上げていくっていう人に関しては今の俺やり方をお勧めしたい。うーん、それはいいですね、うん、で
そうだから結構今減量でいろいろ問題になってるのがやっぱ摂取カロリーどうしようっていう話なんですよ。さっきスマイルが言ってたように、はい、だけどよくよく考えてみたら運動してるじゃん、はい、もうトレーニングしてるんだから、うん、運動してるでしょ。で筋肉も普通の人はあるわけじゃん、うん、なのに基礎代謝以下にしないと痩せなくなるってことはめちゃめちゃ間違えてると思うんだよ俺は、うん、まあ、俺もそうだったから分かるんだけど、だって常識的に考えてさ、入院してる人だって2000で体重落として退院する人とかっているのに、基礎代謝2000ないのにね、うんうん、一生懸命有酸素してこうトレーニングに情熱を注いでやって摂取カロリーが1800とか1600、基礎代謝2000の人が、うん、それってどう考えてもおかしいじゃん、うん、なんでそういう風になってしまうかっていうことが分かったんですよ俺、はい、それは多分着地を間違えてるからなんだよね。じゃあスタートします、で体が順調に進んでいく着地点っていうのがあるのね。何にも水とか抜かずにこの着地点よりも1ヶ月ぐらい前にコンテンツがある人なんだよ、そういうことやっちゃう人って。あと明日夏休み終わっちゃうのに宿題いっぱいあるみたいなこと。そうそうそう、はい、多分限界までバルクにこだわってるんだろうねそういう人は、うん、そういう人っていうのはそりゃそうだよっていう結果なんだよね。でそれは例えば基礎代謝以下にしようが順調に基礎代謝ずつやってたにしようがそこのコンテストを通過するだけなんだよね、うんうん、仕上がんないんだよ、うん、だからもうちょっと前から絞り出して自然と仕上がったところから半月後ぐらいのコンテストが一番いいんだよ、うんうん、そうすると2週間前ぐらいに着地できればいいし1ヶ月前ならもっといいんだよね。そうですか、うん、だから1回コンテストとうんぬんっていうよりは、うん、仕上がってからコンテストを探すってのもありだと思う、うん、あの初めて出る人に関しては。なんでかっていう人大体みんなが結構甘く見てんだよね減量を、うん、よくこれぐらいあれば落ちるだろうとかね。まあ落ちるって、うん、まあそれは結構ね、そりゃそうじゃん、10キロ半月落とそうと思えば落とせるし、うん、逆に10キロ半年、ね、うん、半年、うん、はい、で10キロ3ヶ月落とせんじゃん、まあもっと、うん、体重でだけ、ね、だけで、うん、だからそう思っちゃうんだろうね、はい、きっと。でも実際脂肪を落としていって仕上がりを上げながら減量していくってなると、はい、着地点はもっと先にある人が多いんで大体で、そうなってくるとそういうふうなあの摂取カロリーをすげえカットしてでもすげえトレーニングしてやってるんだけど、うん、よくよく考えてみると、はい、そういうトレーニングしてるとあのできるよレップとか回数とかでも大体なんていうのかな筋力を使わないフォームに変わってきちゃってるから俺もまあそうなんだ。エネルギーとかが足りてないからどうですか。 それは自然とそうなっちゃう。で例えばそれフォームを修正されて重量使ったらびっくりするぐらい上がんなくなっちゃってる人とか多いんだよね。で全然あれ俺エネルギー足りてないじゃんっていう風になっちゃうみたいな。そう、うん、だからそうならないようにお勧めしたいのは、まあ、自然とやっていってで今日どんどんトレーニングもねあの、まあ、自分なりのいいやり方っていうのはもう探っていってほしいわけですよ。チーティングとか、まあ、使ったにしろしっかり筋肉に乗せるようなトレーニングをしてで大体これだんだん良くなってくるじゃない、はい、で一回こうなんとなくこうもう仕上げちゃう、うん、でどうせその日に仕上がる人なんていないのよ、うん、大体上位にいる人って絶対1ヶ月前にはもうすげえ体になってんだよね、うん、そっからもう調整していってすげえ体で出てくるわけだからこの1ヶ月間っていうのは仕上がりを良くしていく時期なんだけど、うん、そのいきなりその日に仕上がるってこと 100% ないのね、うん、だからもうそういう人は減量をもうちょっと長く続けてみてそこから1ヶ月調整してコンテスト出るってなったらもう 100% 成功なんですよこれって。だそういう意味でちょっと話最初の方に戻ると乗せすぎない増やしすぎないで、あざみさんは今 1.5 キロぐらいがそうそうそう1ヶ月前に着地。俺はだからそのそう最後の1ヶ月間を常にやってるだけなんだよ、うん、はいはい、でもそうじゃない人はバルクを求めるなら、うん、ちゃんとあの急降下せずに着地をしっかり 見据えてそこからコンテストを探しましょうよっていうことなんだよね。コンテストに着地しようと思ってる人が多い。あ、そう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 、うん、それを言いたかった、はい、コンテストが着地地点じゃないんだよね、うんうん、まあ飛行機で言うとさいきなり急降下してドスンってピタンっていかないじゃん、うん、ここで行っちゃいますからねツンって死ぬじゃん死にますね。いやそれをやろうとしてる人が多すぎるっていうか、はい、やっぱりそのゆっくり下降していってたまには上がったり下がったりしてそんで着地してからヒュー滑走路だいぶ広めにね取っておかないとねじゃないとダメなんだよね、はい、まあ飛ぶときは分かんないけど、はい、飛ぶときは分かんないけど飛ぶときはすぐ飛んでほしいんだけど、はいはい、うん、着地いつまでいつまで助走つけるんだみたいな。そう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 だからまあそういうイメージでやると意外とみんな簡単にこう長いけど時間は、うん、でも簡単に仕上げるっていう工程はできると思う、はい、でさっき言ったみたいにじゃあもう大きさもいらねえし絞りもできてる人はもうそこの1ヶ月間をずっとやり続ければいいだけど、うん、って俺は思ってるんだけど、はい、もうそれ人間としてのねその
感情とかもあるから俺はもう食事楽しみたいから早くだから早くこれをやめたいのよ、うん、完成させちゃってっていうところもあって早く早くやりたいから今はやってるんだけど、まあそういうやり方をしてちょっとまあ8月29日に出たいなと思ってて、はい、ここで俺例えばベストコンディション持ってこれたら多分ね俺だけじゃなくていろんなコンペティターにとってめちゃくちゃいい情報を発信できると思うんだよね、はい、だからこそやる意味がある、うん、みんながやってることをやるのってすげえ大事でセオリーでいいんだけど、じゃあそんなみんな仕上がってるかっつったらみんなが悩んでるとこなの仕上がりって。プロもそう、日本のプロだってそう、みんな仕上がりに悩んでるわけよ、うん、別にバルクとか絞りとかって別に悩んでないんだよね、仕上がりなんだよね、うん、で俺ら選手もその人たちの仕上がりを見てるわけよ。だステージに乗った時に大小さまざまな選手がどうせプロだってそうじゃん、はい、でかい人もいればちっちゃい人もいるじゃん、うん、その中で俺たちがどこに憧れを抱くかっつったら仕上がりなんだよね、うん、だからやっぱりリスペクトされたいじゃん、はい、だからああいう人たちってのはもう常に仕上がりのことを考えてるわけよ、うん、だって仕上がったっていうでしょみんな、はい、痩せたとかでかくなったって口にしないんだあんまり、うんうん、仕上がってきた仕上がってないしか言わないっていうのはそこにあるんでね、はい、そこが最終的なところなの。だから俺が例えば体重5キロ今から軽くても仕上がってれば勝てちゃうんだから、だから体重ではないんだよまず、うん、作り方なんだよね、はい、そういった時にやっぱりその着地点から1ヶ月ぐらいは見ておかないとなっていうこと、うんうん、でその1ヶ月間で実はいいことしかなくて、はい、食べれるんですよ、うん、だって減らしてる分食べられるんじゃん。で食べていくともしかしたらトレーニング量ももっと上がってもっと食えるようになっていって、うん、もうパンパンの筋肉のでもう出れる可能性もあるし、はい、別に仕上がってんだから1ヶ月間別に何も買わなくたって仕上がった状態で出れるんで、うん、悪いことは一切ないんですよ、はい、だからその俺のやり方っていうのはなんかこう参考にしてもらえる部分があったらいいなと思うんだけどね、うん、まあ、まずは自分でやってみないと何とも言えないんだけど、はい、よく言うじゃん1ヶ月前には仕上げとけって、はい、そう言ってる人ができてないからほとんどの場合、うん、俺でも無理だと思う1ヶ月前に仕上げるって。そうですか。それはなんでかっていうとやっぱコンテストではみんな仕上がってるじゃん、はい、上位の人、はい、そっからどう過ごすかなんだよ結局その人が言いたいことっていうのは、はい、でもその人だってコンテスト終わったらもう食いまくってコンディション崩すじゃん、うん、まずそこで1ヶ月やってみたらいいんじゃないと思うんだよ。あ、そしたら多分もっとすごい体になってると思うから、そういうことってできなくない普通っていう。そうですね、うん、俺でさ 1.5 キロ増えちゃったんだから、はいはい、だからすげえ難しいことなんだって、うん、っていうところなんですよ。8月はファイヤーですか？ファイヤーじゃないんだよ。じゃないんですよね、8月はね。ファイヤーじゃないんだけど。ノンファイヤーですよね。ノンファイヤーなんだけど。でもね、俺は出る価値があると思ってて、はいはいはい、でも俺もちょっとビビったんだけど、はい、エントリーが締め切られてたの、はい、エントリーしようと思ったら。ダンディからメールが来て焦り狂ったんだけど。はい。ダンディから連絡来て、メンディに教えてあげたと。でもメンディはもっと前に、はい。あ、メンディは知ってて、ダンディが教えてくれたんですか？うん、そう。はい。でメンディーに俺もあいつも同棲してねえだろっつって送ったら、はいはいはい、もうしてますよみたいな。ですか、してないんすかって言われて、はい、してないんすよみたいな言ったら、シャンディだけしてなかった。え、シャンディだけしてなかったんですか。シャンディって言われたんだけど、はい、まあ、とにかく俺は日焼けとエントリーはギリギリまで我慢するタイプだから。いやいや、そこ1ヶ月前にやってください。そこ1ヶ月前にチェックしてください。1ヶ月前にやんなきゃいけないんだけど、まあ、無事エントリーできました。はい、はい、だからどういうことかっていうと、多分すげえ素性人数なんだよ。あ、今年俺はかなりいい納得いく姿に出れたけど、出場人数が少ないコンテストしか出てないから、はい、まあ、多いところに出てみたい、出たいっていうのがあるんでね、はい、だからその中でどう見えるかっていうのはまた全然変わってくるから、だからそこでまあ上位取ってみたいなっていうのはあったし、ビーフ佐々木クラシックなんですけど。そうか、ビーフ佐々木だ。これ毎年超人気なんですよ。はい、あの、まあ、夏の風物詩ですよ、マッチョ界の。まあ、言っちゃえばね、はい、あの最大動員数観客、はい、2018年あ、そうですか、やってるから、うん、あれ一回話題になったんですよ。そうですか。 IFBB の方へ、って言ってました。うん、しかもその日になんと同日にそうなんですよ、プロ戦があると。プロジャパンプロ、ジャパンプロ、うんうん、だからこれがあるってことはどういうことかっていうと、注目度が高いコンテストなんで、まあ、アーノルドクラシックだよ言ってしまえば。日本のアーノルドクラシック、うん、だからもう、まあ、今年であったり去年だったり一昨年だったり、日本のそのフィジーク界を作ってきた人たちが、もうプロになられた方たちがプロとなって日本人同士で同じ舞台に立つと。そう、これもうすごいですね。すごいことなんですよ。フィジークファンからしてみたらね、筋トレファンからもう自分も一ファンとして、やっぱり、え、金金さん、ジンさん、
竹本さんとかみんないっぱいになるわけですよね。これすごいですね。これはね、はい、あのニューワールドレジェンドクラシックですよ。ニューワールド、そうかそうか、そうですね。ニューワールドレジェンドです。ニューワールドレジェンドですね。でもちろんね、そのプロの匹敵する体の人いっぱいいますよ、今だって。だけど、やっぱなった人となってない人はね、差があるんだよ、うん、でその何を差をみんな見てほしいかっていうと、仕上がり。はい、だプロだってでかい人もいる、細い人もいるよ。うん、だけど、彼らは多分ね、相当きっちり仕上がってると思う。うんうん、じゃないとプロじゃないから。うん、だからこそ俺はプレッシャーかけてるんですか。いやでも本当にそうだ。まあ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 、そうですね。プロっていうことはそういうことだから。そうですね。大きさとかあの絞りって当たり前じゃん。まあ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 。その中で仕上がりで、それでだからプロになってるわけですよね。そうだから全員仕上がってるんだよ、その日は。間違いなく。はいはい。だってもう経験してるの何回も。まあまあまあ、わかんないですけどね。だってもともとフィジークラスター持ってるわけじゃん、その人たちは。かつその確実に仕上げてその称号を得てるわけです。そう、はい、だから同じことすりゃいいだけだから、間違いなく知らない。いや、まあ、分かんないですけど、それはそればっかりはまあ分かんないけど、でしかもね、その人たちっていうのはもう遺伝子的に超恵まれてるんですよ。まあまあ、はいはい、そうです。だから、まあ、言ってしまえば、はい、なんだろうな、その、よりだからすごい人たちがよりすごい体で出てくる日だから見たいなっていう、はい、素晴らしい、うん、はい、でその前に出れるんです我々は。そうですね、それがビーフさせっからしそう、はい、でチケットもなんか両方見れるチケットなんですよね。ああ、そうですか。そうだから多分チケットすぐなくなっちゃう。ちょっと高いんじゃないですか。いや、もうだから S 席が何十万とか、はい、いや何十万ってことないでしょ。15万。15万、うん、マジで、うん、あの S 席がプライドの一番さ、プライドのあれじゃないですか、一番前の、あれ15万ぐらいなの。多分そんぐらいだと思うんですよ。じゃあそれ匹敵してんだよ、価値観的には。やばっ、15万ですか、うん、しかも今回フィジークだけだから、はい、ボディービルとかないから、はいはい、うん、15万ですか、うん、で、B 席っていうか、一番、はい、あれ、A 席だっけ、あの一番後ろ、後ろ立ち見、立ち 見で8000円。あ、高いっすね。 S 席が今まで多分8000円ぐらいだったと思うんですけど、まあ、あの小さい目の大会だったら一番前でも8000円の方、8000円とか、まあ行っても1万円とかね、1万5000円とかだったんですけど、15万ですか。15万ですよ。それすごいな。多分もうないんじゃない、こんなコンテストっていうぐらい。そうですね、うん、っていうことで皆さんにもまぜひ来ていただきたいっていう、っていうかね、まあそのまあいろんな団体があるけど、多分このコンテストに関しては多分群抜いて見応えがあると思うんですよね、うん、やりがいっていうのはね、選手しかないものですから、はい、選手からしてみたらね、どのコンテスト出るかとか、うん、別にそんな熱量変わんないんですけど、うん、お客さんとして見に行くならもうこのコンテストですよ、最大、はいはい、最大ですよ、レベル的には、うんうん、だから、まあ、まあ一観客として選手としてもやっぱすげえ、うんうん、ことになってんじゃねえかと思う。ちょっともう吐くぐらい仕上がってるところみんな。そうっすか、うん、そうっすか、うん、だって、はい、それぐらいのお金払ってる見に行く。いやいや、もういいっすよ。そう、なんか出る人は全員にプレッシャーを与えてるから。そうそうそう。そうね、とりあえず、あざみさんはもうね、頑張って仕上げる。そう、俺はもう、はい、あの1ヶ月前に仕上げる、うん。ちょっと、上級してるから今。上級ね。うん、そうっすね。だから間違いなく仕上がるんだけど、はい、形がね、はい、もう、俺の場合この形だから、まあ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 、まあ、まあそういう人たちと並ぶとあれなんだけど、はいはいはい、でもやっぱりその中でもね、いい体を作っていこうと思ってるんで、まあ、今年はとにかく11月まではフィジーか、はい、来年はボディービルダーね、やりますんで、まあ、あれですよね、楽しみだよね。うん、そうですね。ダンディが出るし、ダンディ、メンディ、ダンディ、メンディ、ダンディ、メンディ、シャンディ、シャンディ、誰だよ、シャンディ、シャンディ、俺か、他に誰が出るんだろうね、知ってる？ D つく人ですか？D さん、知らねえ。ダンディ、メンディ、D さん。まあ、外野ジムのスタッフも出るかもしれない。水井くん、うん。みんな出たらいいな。そうそうそう。まあ、そういうことで、まあ、皆さんにもぜひ。まあ、チケットまだ売ってないんですけど、はい、まあ、すぐ売り切れちゃうと思うんで、興味のある人は、まあ、そうすね、プロ戦まで見ていただいて、はい、その日はね、多分、まあ、もうヤンカレー近いから、渋谷だもんね、ベルサー。あ、そうですか、うん、渋谷なんでね、はい、まあ、みんなでクラブでも行きましょう。絶対行かない。はい、はい、というわけで、ちょっとまあ
まあ、とにかく自分は、はい、自分のためでもあるけど、なんか新しい情報を探しながら常にやってるんで、はい、まあ、それでもしいい結果ができたらまた共有したいと思います。はい、はい、バイバイ。よっしゃ。